はい、倉持リリ選手に来ていただきました。で、今日はちょっと前傾が中心になってしまいまして、はい、ちょっとバタバタした一日でしたけども、今年、2017年、はい、新たな年を迎えましたけども、なんか今年の目標みたいなのは何だったんですか？今年は、今節からちょっとスローに入るんで、まあ、スローに慣れて点数もまあ5点以上取るのが目標です。はい、はい、ということはじゃあもしかしたらインコースとか2コースとかそうです、その辺の点数になれると。はい、今節から入ります。はい、そこの自信のほどはありますか？自信、ちょっとスタートがまだちょっと微妙なんで、はい、スタートいければなんとかかなと思います。はい、はい、今節自体の目標みたいなのあります？今節とりあえず準優目指して頑張ります。はい、はい、はい、で倉持選手といえば元水球選手というのはいろいろ報じられてますけども、はい、実はとても料理自慢っていうことを思いまして、なんか、はい、自慢は全然してないんですけど、はい、料理は好きです。はい、他の選手からの評価が高くてですね、本市で行った女子レーサー100人アンケートで料理が上手な女子レーサー第1位に輝きましたよね。はい、はい、ありがとうございます。それを聞いてどうでしたか？はい、でもびっくりしました。なんかちょっと浅いんで私全然料理とか、はい、なんかワンプレート好きな感じに作って好きな感じに盛り付けてが楽しくてやってるだけなんで、はい、はい、びっくりしました。その、ツイッターでアップしますので、はい、今日ですね、そのワンプレートの自慢の料理の写真を用意したんですけども、ちょっとこれお持ちしていただいて、ちょっと自らの口からちょっと解説してもらってもいいですか？解説？とりあえずワンプレートご飯なんですけど解説？これでもご自身で全部作られたんです。そうですね、まあチャプチェと、まあ、普通になんかメカブのなんかこういうのと、これはねお昼からちょっと鶏を柔らかくこう寝かして、はい、頑張ったやつです。ご家族の方にも振る舞ってるわけですよね？はい、そうですね、基本弟かお兄ちゃんが食べます。はい、料理はいつからされるようになったんですか？料理でも高校の時が寮生活で全然料理できなくて、なんかもうずっとこうクックパッドとかで何を作りたいみたいなのを調べて爆発したのが高校卒業してからですかね。はい、この手料理を、はい、食べてもらうような、ね、男性の存在もちょっと気になると思うんですけど、はい、気に相手はまだいないですか？そうですね、想像にお任せして、はい、じゃあとても素敵な料理ありがとうございました。はい、ということで最後に、はい、本日の意気込みを一言お願いします。はい、一走一走一生懸命走って準優とりあえず乗るのを目標に頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。